二層向きって言っても一概にちょっとね、あのいろいろ幅があると思うんだけど、危な、ちょっと待って待って、 OK、 来い、そっち、シャッツなんかです。今回はアーガスを使ってドミネーションやっていきたいと思います。さあ、このロングバレルを外した、ちょっとクイドローをねつけてみたんですよ。なかなかね、ショットガンでどういう風に動けるのかやっていきましょう。 OK、 危ない。最初は一人ここから来るか。オッケー、怖っ、危ない。オッケーオッケーオッケー、だけどオッケー、あ、もう一回、オッケー、危ない。お、なんかここにいたんだけど、ちょっと待ってよ、エルストで、あれ全然なんか映らないんだけど、死んだのかみんな。おい、なんだなんだこれ、あれか、あれでもこの人映んなかったけどな、エルストに。リスカー変わったのかな。わっと、危ねえ、危ないっすね。ちょっとこの換気扇のところにとりあえず、やば、とりあえずとりあえずこれこれこれ置く、これ置く、これ置く、やれやれ。ちょっとセントリーガーにあそこは任せましょう。僕はね、あ、そうだ、セムテトじゃねえや、これが、そうそうそう、これだけ置いとこうか。危ない、怖いですね。あー、危ないよ、本当に。落ちちゃう、落ちちゃう。セントリーがいいっすね。お、マジ。いやー、なんで2発目。来るぞ、これは。こっちか。あれ？もう裏回ったのかな？ナイス、セントリーガン。大丈夫かな？敵だいぶタジタジだね。セントリーガン防衛は強い。この防衛はえぐいね。しかし思うけど、やば、ちょっとこれはちょっと敵見えなかったからね。あー、死んじゃった。セントリーガン防衛もここで終了ですね。ちょっと敵が攻めてくるような気がするので、私は中に避難しましょうか。避難っていうのか分かんないけど。あー、マジかー、そう、敵気づいてなかったんだけどな。おら、それはさせねえぞ。オッケー、そうですよ、 B 守れますからね、ヘルストームで。私は渡しませんよ、そこの旗は。ん、ここか、ちょっと届かんか、ここは。ロンバレ外した弊害が出てるかもしんない、もしかしたら。待って、今やばい。よし、これでいけ。うん、当たらないか。これ運ゲーなんだよね、割と。やばい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 、これちょっとやばいぞ、みんな超攻め込まれてる。おお、大丈夫か。うーん、セントリーガンがあるね。これ2つぐらいボコボコさせとこうか。うわー、マジで KRM か。あれあれもなかなかなんだよね、アーガスキラーではないけど、やっぱショッティだからっていうところあるよね。いつの間にかリスが反転するという。これ大丈夫か、ブラボー。何あれ、特になんか問題なさそう。うわー、これはきつい。ちょっとここにいるんだろ。ほら、もうここまで来たらやべえ。こういう飛び出しのところなんか苦手なんですよね、まだ自分。アーガスでそれって致命傷なんだけどな。ちょっとブラボー、またもう一回頑張って取り直そう。セントリーガンがまたあるね。おお、やば。なんかあそこショットガンが待ってるから、フラグ使ってみるか。ちょっと攻め手投げてどうにかしてみようかね。ここら辺じゃね、ダメか。あー、ジャケ着てんのか。これはあれだね、ジャケ着てるんだったらなかなかきつい。ほらちょ、待って待って待って、やばいよやばいよこれ。オッケー、危な。さあ、ここに来るんじゃね。あぶねえ、あぶねえよ、怖えよ怖えよ。ここじゃない、あぶな。よーよーよー、何してんだこんなところでよ。
どうしようこれ。危ねえ。危ねえけど。あ、こっちから来る。オッケー。あと一発いけるか。あー、ちょうどいけなかった。でもナイスブラボー。いいぞいいぞ。あ、やべやべやべ、リロード。このタイミングはマジで悪かった。よし、これでライトニングストライクもう一回打ち、倒す倒す倒す。いいですね。ここのエルストはちょっと当てづらかったりするんだよね。入られるから下に。オッケーオッケー。なんかおー、危ねえ。ギリ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 なんだよな。本当に危なっかしくて仕方がないですね。本当にもう、いやー、僕ね最近あれなんですよ。ちょっとね、ヨドバシです。ヨドバシカメラに行って、ちょっとね、秋葉、まあちょっとね、ブラブラブラついてたわけですよ、友達とね。なんかね、まあ秋葉の街はね、いろいろオーディオ屋さんがあって、オーディオ屋さんちょっといろいろ回ってみようみたいな感じで、それでね、まあ行き着いた先が結局はヨドバシってなったんですけど、まあいろいろ専門店とかにも行ったんだけど、なんか専門店はね、なんかね、ちょっとなんだろうな、敷居が高いねあれは敷居が高いと言わざるを得ない。なんでかっていうと、結構まあまあオーディオの店員さんってね、基本ね、あんまりこうね、いらっしゃいませ、今日のお探しは何でしょうかみたいな、そういうあれじゃないです。そういうあれじゃないんですけど、まあ僕はそれでいいんですけどね、なんだろう、そのいらっしゃいませじゃないんだけど、むしろこう、ちょっとなんかね、まあ立ち読みは良くなかったのかな、立ち読みしてたから、なんか、すいません、ちょっと立ち読みはお遠慮くださいみたいなこと言われて、その前にもね、ちょっとこのオーディオシステムで聞きたいんですけどって言ったら、今お客さんがあるのでちょっと待ってくださいねって、ちょっと結構待ったんだけど、それもないからちょっと立ち読みしてたら、それも言われて、もうどうすりゃええねんっていうね感じになって、ちょっと退散したんですけど、やっぱなかなかあれだねって思って、敷居が高いですねって思って、それでまあいろいろね、やっぱ行くと、やっぱりヨドバシが一番なんだろうな、店員さんの干渉もほぼないし、まあ自分のね、オーディオのなんだろうな、なんか知識がなく、まあ知識というか、普通に使える、あれがあれば、どういう風にこれオーディオだったら使えるのかなっていう知識があったら、普通になんか自分の CD とか持ってって楽しめるんですよ。そこでね、僕がね、ちょっととあるね、スピーカーと出会ってしまったわけですね。まあ僕はね、B&W っていうメーカーのスピーカーが結構ね、気に入ってて、あ、いいなって思ってたんですよ。まあでもそれ以外にもいろいろね、スピーカーのメーカーあるんですけど、ちょっと待って、やばくない？ちょっと待って。まあとりあえず B を取りましょうか。その話も置いといて、ちょっと B を取りましょう。じゃないと、なんか負けそうな気がするからね。おらー、何やっ、いや、まあ、なんだ今の動き方やばすぎ。ちょっとお願いだから、ブラボー取らせてお願い。よし、ナイス。セントリーガン同士が戦ってる。ちょっと割って入ろう。お、ナイスナイス。オッケー。ここってリスキルじゃないですか。こっちか、おりゃあ。あ、なんでまた変なところから出てくる。本当にそう、他のねスピーカーとかもまあいろいろ聞いたんですよ。まあ僕が聞いたのはヨドバシカメラの中でもかなり高い100万円を超えるスピーカーたちをね、聞けるんですよ。マジでもう普通に聞けるんですよ。でそれを聞いてて、まあB&W の120万円ぐらいのスピーカー聞いたのかな、聞いてて、おー、これいいなーと思って、まあ前からはもういいねーみたいな感じで思ってたんですけど、今回ねまた新しいスピーカーを見つけちゃったんですね。本当に恐ろしい。魔の手ではないけど、やっぱりね、100万円のスピーカー侮るべからず。100万円といえどね、なんだろう、スピーカーによって得意不得意があるんですよ。例えばこのスピーカーはなんだろう、太鼓の音がすごくいいとか、このスピーカーは楽器の音がいいとか、弦の音がいいとかって、ボーカルがいいとかって、まあいろいろあるんですけど、その中でね、まあ僕がまあ B&W のスピーカーを聞いた時に笛の音がすごく良かったんですよ。笛のね、音がね、楽器もやっぱね、結構なんだろうな、全部オールマイティにいいっていう、まあいいっていうか、まあポテンシャル高いんですよ。だけど特別いいところってところが100万円でもね、やっぱね特徴があって、僕のね、今回聞いた、これ神だなって思ったスピーカーが、
なんとね、やっぱね、アニソン向きという感じで、まあアニソン向きって言っても一概にちょっとね、いろいろ幅があると思うんだけど、危な、ちょっと待って、オッケー、来い、そっちかい、おい、いけるすごい、ちょっと待って、よっしゃやば、どんだけ殺すのってぐらい殺したな今、やばいやばい、チャーリー取れる勢いじゃない、これやば、これはこれえぐい、これえぐい、あらねー、何やってんのこんなところで、ちょっとそこに空爆撃たせてもらいますよ、そらそら、オッケーオッケー、まあアニソン向きっていうか女性のボーカルですね、まあ聞いたのガブリルドロップキックなんだけどヨドバシで聞くっていうね、それをね、うん、そう聞いて、うわ何これみたいな、めちゃくちゃいいじゃんみたいな、うん、声のね、質感とか、あとは、まあ、金属の音もすごい良かったんですけど、金属のシャンシャンシャンっていうハイハットとか、なんかし、まあ、そこら辺のシンバル、うん、みたいな感じのね、音もめちゃくちゃ良かったんですけど、何よりボーカルがめちゃくちゃ前に出てくるんですよ、僕が聞いたフォーカルっていうスピーカーがね、フォーカルっていうメーカーのねスピーカーがえぐかった、あれは、うん、100万円ですよ、定価120万円だったかな、2つで1つ1本60万円するスピーカーなんですけど、やべえなこれって思って、でそれでその1本60万円するスピーカーいいなーってなった後に、まあ、ヤフオクで調べたら、なんと2つ2本セットで50万円ぐらいで出てるじゃないですかというね、最近もうあれですよ、僕が4月、9日とか8日とかのやつだったんで、もうすぐもう直近ですよ、もうえ、もう最近めっちゃ最近じゃんみたいな感じでね、落とされてたんで、わこれはワンチャンあるんじゃないかって錯覚するぐらいね、ちょっとね寄りましたね、ちょっと最近ね僕ねあれだったんですよ、スピーカーもね結構もうやったから、とりあえず今はもうなんだろう、他のなんだろうねものをちょっと極めようかなみたいなことを考えてたら、まさかのフォーカルというねちょっとね神スピーカーに出会ってしまったという話ですね。はい、というわけで今回はこんな感じで割と接戦だったんだけど、ちょっと話したいことがちょっとねありすぎて、そこにちょっと今回寄ってしまいましたね。まあまあまあ、でも最後ら辺になんかすごいね連携をしたので、まあいいんじゃないでしょうかまあね、まあね、こんな感じで今回は終わりたいと思います。いやーほんとね、よかったなー、あのスピーカーめっちゃ欲しい。うん、やっぱりね本当にあれですよ、ガチでローンで買うんじゃないかぐらいのね勢いで、僕は今ねちょっとねフォーカルの1028っていうスピーカーにねちょっとねだいぶお熱ですね。はい、皆さんもねちょっとね今までちょっと満足してたもののまた上聞いたら新しい世界が開けるかもしれません。というわけで今回はこんな感じで、皆さんぜひぜひね自分の可能性をちょっとね広げてみてください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。